エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しの DYM テック、希望の働き方に合わせてご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。そういう意味でいくと、はい、野村さんはちょうど金藤と多分同じ感じだったから入った時一緒ですな。一緒やアンチコメントに言ってる意味で一緒にそうじゃない一緒だからね、そこだけは皆さんは大体野村か、ヒゲしか書かれてなかったヒゲ何が悪いみたいなええやんみたいな。確かにヒゲあったね。あとね、野村自分の話ばっかすんなっていう。ああ野村の時の話ばっかすんなっていう。だから多分そこは境遇が似てるんで。境遇まあまあ、どうしたら治ったのそれは。そのスタンスが違う。もう俺は直そうと思ってたけどこっちは直さんでってなってるからもうこれは直りませんっていうことですね。それで言うと今日インタビュー撮ったじゃないですか、うん、もう自分の話あんませんようにした直してるから改善しちゃう。今日さ金融スカイ撮って金融スカイでなんか金と思ったらグイグイ来るかなって思ったら案外こうフォロワー役に回っててこいつは聞いてるよコメント聞いてる。普通にインタビューしてたからね、はい、あんま自分の意見言わないでした進行とツッコミだけにした素晴らしい。これでちょっと減りますからね、アンチは、うん、アンチ多すぎてさ逆になんかインタビューされてる人がコメントなさすぎて申し訳なくなったんですよ。ああ。ガイナックスの人とか明治安田生命の人のインタビューやのに、ね、全部カネトーいいやろカネトーやばいみたいなカネトーやったやん全部。確かにあれやっばと思ってほんまにガイナックスの人に謝ってほしいですすいませんでした次の動画から治ってると思いますね。めっちゃ味が出されてる。すいませんでした、うちのカネトーが。おいおい、年下やぞ、もう。じゃあ、タバコ吸おうっと。煙に負けるか。煙に負けるか。大堀くんのアンチコメントじゃないの。タワマンの動画の時ですね。おうおうおう。大堀ワンチコメント就職しなくても自宅で稼げちゃうから社会常識が欠落したこういうやついっぱい出てくるだろうな個人的には絡みたくない出くわすことないけど。うわ僕社会常識ありません知らん知らん知らんそれは俺らも分からんそう知らないよそれは分からんなでもコミュニケーション能力は著しく低いいや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 それ多分対金藤さんだけっすよね金藤タイプなんですよ多分違う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 その他の人と喋ってても思うフリートークの時はサシどうすかじゃあサシは多分いけんねん大勢が苦手なのなと思う合コンの経験が薄いからですかねそこで片付けれるそれだけではな2人で喋ってても思わんからさだからフリートークでなんか自分の意見言いたいみたいな時に間と声量と抑揚とか全部ミスってるみたいな間違いない、ねうん、なんか納得しちゃったのが気に食わないっすね、うん、あーお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 ーそこは俺見といたら治るから大丈夫あなたは言われるのそしたらアンチ作るまた大丈夫最初のアンチでも最終的にファンになるからアンチ隊長やから。つくだけ、つくだけマシマシ。まだ負けないっす。アンチじゃないんやけどさ、はいはい、ボト君単体で見るとイケメンって。おー。でもそれめっちゃ書かれてますよ。褒めてんねんけどさ、はい、単体で見ると。いやだから、あれでしょ、あいみつの人なんですよね、多分視聴者的に。だから、金藤といるから、みたいな、そういうことですよ。ああ、なるほどね。金藤はいつもかっこいいから、欠落して見えちゃうみたいな。それは創業ちゃうわ。結成当初から言われてたから、元だけやったらかっこいいのにな。元だけやったらかっこいい。なんか褒めてんのかどうかわからへんな。絶対お前、俺よりブスやろ、お前。おい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 。相手がいない。たきつけんなお前いやいや冒頭の尖り方嫌だって書いてあったよさっきどうせ陰で悪口言うんやろこんな悪口そういった褒めてる方も入れてく褒めてんのもありかもしれないたまに入れてほしいメンタル持たないメンタル持たない泣きそうなるメンタル持たなくなるんですねいやガイナックスの回のやつ全部読むだけでも面白い多分やめてやめて俺ガイナックスの読むたびにキューってなるんだよ右の人インタビューとツッコミを勘違いしてる勘違いしてるわ勘違いしてるわそれはほんまに俺もガイナックスの動画見て思ったのよちょ俺やってんなと思って次から治ってるから次から治ってるから今日さ水分からは治ってる治ってる治ってる一緒にやってた一緒にやってめっちゃいいやんと思った前カモンさんに自分マジで出してなって言われたんですよ。おー普通のインタビューやめてみたいな。ほんだら僕がインタビューで自分出すって何やろうと思った時に尖ったツッコミと尖ったボケしかないなと思ってだってインタビューやから、うんうんうん、それで大ボケしたカモトのせいやなカモトのせいやでもどうなんやろねそのキャラで突き抜ける方が将来的にはいいかもしれないそのあえて迎合しないでそれも
コミもしっかり入れてるから、うん、笑いは取ってるんですよ。はいはいはい、尖りも笑いもあるから、うん、自分の話を専用した。ああ、なるほど、ね。いや、でもそれはいいかもね。確かに。インタビューとツッコミは大丈夫だった？整理してた、ちゃんと。そこはちょっと分かんない。で、これ多分究極のアンチなの。これほんまに金藤のこと嫌いで、その称号として、あの、ほんまに嫌いなやつって、名前で呼ばんと左右で呼ぶね。ああ出た、左右で呼ぶ。なるほどね。名前呼ぶ。なるほど。右の下に。確かに。分かったわ。左右で呼ぶから。俺もそれされたことある。真ん中のやついらんって。そうそう、真ん中の方向で。名前すら呼びませんよ。あったあった。分かる。最終アンチって方向で呼ぶやつ。そうそう。ほんまの僕のアンチそうだね。まあでもやっぱ金藤の、ね、ポジティブも来てるよ。エンタメとして見れるチャンネルになってると思いますっていう金藤の方で、ね。俺はそこを意識してるんだよ。うんうんうん、だからこれはもともとね、言ってたところがうまくいってるし、うん、あとは、大堀は可愛げのある掘り下げキャラとしていい感じですね、みたいな。あ、ありがとうございます。大堀くん普通にインタビューうまっと思いましたけどね。あれ、ほ、うんと全然僕より上手いっす。なんで4年やってんのに、いつなの全然大堀、この若さで、この上手さかってなって、ますますほんまに僕の存在価値っすよね。卑屈やなぁ。どうしたの卑屈キャラ。卑屈キャラでいこう。ああ、そういう。卑屈ポジティブになります。まあ、山本さんのおかげで今、フリートーク、ディスられたの回復しました。あ、回復した。インタビューとかでも、すごいですね、僕なんか、みたいな感じのインタビューでしたね、ちゃん。気になるか、ちゃんと。自分の話したらダメなんですか？いや、もう僕なんか、全然ダメですから。無事聞く。ゲスト笑っちゃうわ、逆に。そんなことあったんですか？僕なんか。おもろいけど。大堀くん、まず座り方の姿勢から童貞感強い。どんな座り方？どんな座り方してました？瀬野優香とかに出てた時の、可愛い女の子にはちょっとタジタジしちゃうんですよ。タジタジしちゃうの？今日男だけなんで大丈夫です。あ、なるほど。どれか出てる。溢れ出てるわ。溢れ出てるよ。これがあのアンチになる原因っす。俺が直してあげるのに、いい男に。いやいや。大堀くんだけでいい気がする。金藤さんは自分の話はどうでもいい。相手の話を引き出せる時点で大堀くんは優秀だと感じました。いずれ大堀お、そうかもしれないっすね。下手やな。いや、ほんまにその通りやなと思いました。1回目のやつはね、どう自分出すかしか考えてなかったから。いや、1本目は絶対こうなる。でも本当に経験者こうなる。俺も1本目こんな感じだった。でもね、大堀くんの引き出し方が好感持てるって書いてあったから、インタビューもいいんじゃない。引き出しだけだって誰でもできんねん。いや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 、これな、やっぱ才能のなさが露呈していく金とほんま泣ける。泣かしてんぞお前。あ、お前かわいそう。才能の塊からお前なさが露呈してるらしいぞお前。そうなん。泣けるの。ほんま泣ける。ファンやん。それはファンやん。ファンやな。ファンかな。ファンチじゃないわ、これは。これファンやん。名前なんですか？趣味さん。趣味さん、ごめん。俺才能もう一回発揮するから。なあ、だから趣味さんは、金藤が才能の塊だと思ってたら、どん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 。あれ、こいつ才能なくない？ボボって。ボボ？なくない？ボボ？ほんまにごめん、趣味さん。コツコツ頑張れよ。おわーい。引くつけらちゃうんかい。元無双もガチ陽気なのは間違いないけど、年収に乗り切れてない感じが伝わってくる。いやいや、乗り切れない。そんなもんないですけどね。まあ、人見知りなんやろな。え、人見知り。この感じで人見知りなの。こんだけ YouTube やってて。あんまわーとか言わないですよ。だから、いい感じのところに、こう、ヒュッていくっていうのが、そこからが出てる。そうなるほどね。前の、令和の虎のフリートーク会で思ったのは、一番いいタイミングで、一番なんかこう、誰かが答えやすそうで、拾いやすそうな質問してくるのは、元へ。あ、そうですか。なんか、あ、すごいなって思う。すごい。多分これ、あの、それ、令和の虎から見返してほしいんやけど、はいはいはい、すごい、元発信で広がるのが結構あったんで、ちょっと羨ましいスキルですね。羨ましいスキル、確かに。それが欲しいですね、今。頑張ろう。それじゃあ、こっちじゃなくて、こっちから学ぼう。だから僕が学びたいのは、こっちなんですよ。あ、なんか方向的には。おー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 。こっちがガンガン来るんですよ。言われてんぞ、お前。あの、はずい。はずい。何言って思う、お前。刺されるやん。あれ、大堀くんによくしてあげようと思うのよ。敵ばっかやねんけど。でもまあ、そのスキルはこっちの方があるかもね。そうそう、リアルに。僕はこっちに行きたいっす。だから、分かった。連合すんだ。モテたいなら俺に来いよ。モテたくなったら言っといて。はーい。はーい。モテたいやろ、男やったら。モテへんかったら言ってる意味ないから。もう金藤ばっかになるからさ。もう飽きた。旧メンバー行ったらいいやん。あ、そっか。いや、旧メンバーも、金藤と大堀の動画が最近パーッと上がってたから、あんま来てないよ。最近ね、来たやつで、金藤さん、普通にいたい。かっこいいね58。58!
みんな賛同してるよ。その一つのアンチコメントに58人がアクションした。協調せんといて。クラス全員に嫌われてる。こうよ。コメント欄まで見た上でこうよ。わざわざ。わざわざボタン押せんねん、あれを。めっちゃ熱心な。ちょ、一人弁護士呼んでくれ。誹謗中傷。弁護士呼んで。待ってます、ご連絡。弁護士来てる。確かにな、でも、誹謗中傷に強い弁護士一人入れたらもうな。58人にそのアンチコメをいいね押された気分ってどんな感じなの？変な掘り下げ方すな。インタビューすなよ、メンバーに。そこでツリーで、俺おもろいって思ってる感、ツッコミもボケもいけまいそういう感が痛い。いいね、8。あそのツリーで8もついてる。ツリーってあれ、アクションされることあるの？お前元気やな。いきなりお前元気やな。どないして？お前俺のこと嫌いやったんか？ツリーで8人。嫌いやったんや。こいつ俺のこと嫌いや。どんな気持ちですか？まあでも確かにそのオーディションの時に山本が何そこ入ったのグンってみたいな一番ねそういうあのポジションだったらそこもあり確かに一番山本があいみつはいらんみたいなこと言ってた気がするうわいらんとは言うていらんって言うていらんと言うてまあ取られるもんなっていう意味ではまあ金藤アンチになる気持ちもまあそうですねだから金藤さんが僕を生み出したモンスター俺がモンスター生み出した今そうっすあんなにいい子やったっお前がそうっす俺のせいでモンスターなってるやん純粋やったのにめっちゃ反省するもんはいまあということで終われるか終わりや終わろうよ褒めて終わってや褒めてやかっこいいかっこいいかっこいいで巻き返せるか関東のいいコメントも大体なんかあいみつファンみたいなんからやっぱ金藤さん面白いみたいなだから爽やかとか桜みたいな感じでしょずるいだからもう桜なんよもうほぼなんで一人も味方おらん味方おろう味方いや俺も見てるだけ巻き込まれたくないスイスみたいな中立だもんね中立国ねスイスだよ俺そういう意味ではね新メンバーも入ってまあしっかりアンチもついてつきそうですねまだちょっと元へのアンチが足りない気がするんで。いやいやいや、ここからちょっと元もそのキャラがちゃんと出ていくことを期待して。はい。アンチの量が戦闘力みたいな感じで。確かに。我々もね、多分今新メンバーに隠れてるだけ、アンチの皆さんまだまだいっぱいいらっしゃるので。はい。ぜひコメント教えてください。ぜひ、皆さんコメントをいただけると、また拾います。はい。アンチください。アンチください。はい。じゃあ、以上です。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様でした。